皆さんこんにちは、小助です。ゴトレス来てますね。何回か引こうかな。10回ぐらい引きます。なんかいいの一体出たらやめるみたいな形にしましょうか。はい、で先に友情ガチャ引きます。溜まっててですね、結構オーバーしてました。みんなあんま気づかないんですよね。はい、お、玉ドラ先生あざます。この引きをレアガチャでも。では、いきます。前回のゴッドフェスでもうほんと泣きそうな結果になったので、取り返してやりたい。アポカリプスあたりが欲しい。あー行こう。まず1回目よし、いいスタートですね。はい、いいスタートですね。はいはい、くそ。はい、2回目いきます。まあまあ、あれ裏って闇じゃなかったっけ。裏って闇だよな。裏は闇ですね。はい、闇ですね。はい、火じゃないね。はい、なんか下がってきてるんですね。いや、ドゥルガーとかでもいいんですけどね。まああんまりね、時間かけても仕方ないので、はい、では3回目じゃない、今よ、え、次4回目ですね。いきます。よし、おー、アオソニア2体目ですね。アオソニア、はい、ありがとうございます。赤オーディングが欲しいんですけど、うん、OK です。では次、5回目かな。はい、いきます。あの、なんか最近実装されたなんだっけ、ナイトいるじゃないですか。ナイトっていうか、ファイヤードラゴンナイトとか、あの辺が欲しいんですけどね。なんでちょっと軽く銀卵も嬉しいんですけど、はい、次6回目、10回までにしておきます。よし、はい。全然なんかそのフェス対象出ないんですけどね。どうなってる。ちょっと乱数調整します。いや、そんなんないですけどね、気分の問題です。はい、で7回目。うわー、結構なんか謎だぞ。7回、6回引いて対象ゼロのフェス限一体の青ソニアに全部運持っていかれてんじゃねえかこれ。はい、行きます。運持っていかれるとかない。よし、ない。ああ、そっか、裏が闇フェスだからですね。だからなんでゴッドフェスの対象が出ない、悩みだ。はい、アヌビス最強のモンスターですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、できます。近日はね、そんな悪くない。またフェンリルナイト、あの金率自体はそんな悪くはないんですけど、中身が、はい、あ、オッケー、赤ずきん持ってなかったんで、嬉しいです。オッケーです。非常にいい銀です。はい、ではラストですかね。うわー、もう最後か。ガチャって一瞬なんですよね、ほんとすぐ石なくなる。できます。
はい。ということで、はい、結果だけいきましょうか。こんな感じでした。ヨトゥンからです。金はヨトゥン、青ソニア、カオスドラゴンナイト、アヌビス。ちょ、40% で金は出てるんですけど、フェス対象ゼロですね。まあ、これはお気に入り登録しておきましょう。この2体お気に入り登録しておきます。はい、まあこんな感じでした。ツイッターアカウントの方で村子が、闇ルシの究極進化が、まあ、間近に来ていますみたいな告知が来ていたので、今回フェス対象なのでね、引かれた方はラッキーだったんじゃないかなと思います。はい、以上、ゴッドフェス10連でした。対象出なかったっすね。ベリアルとかあの辺欲しかったんですけど、はい、またいずれということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は